なんということでしょう。一から作るのめんどくさいな、 PS3 からデータ持ってこようかなって持ってきた結果、キャラクターが消えました。このデジタルワールドも昔やってたやつだ。全部消えてしまった。1時間が無駄になった。昔やってたやつだな。昔のどこまで行ったんだろう。多分裏のアップデートの前のやつだな。裏ボスを倒して終わりぐらいかなの状態になってしまった。あれ、わあ、いっぱい掘ってるわ。完璧じゃないけどいっぱい掘ってるわ。 PS3 の時に頑張ってるな。あー、残念。海の水が枯れてる。そうだ、思い出した。海の水を全部枯らしたらどうなるんだろうって、枯らしたら消えてしまったんだ。ああ、懐かしいわ。蒸発したって、そんなんしたな昔は。ワールドってなんだ、これなんだ、わからないな。あ、空島の素材だけ漁ったやつだ。あ、ついで海も潜ってるな。あ、ダンジョンもクリアしてるわ。あ、そうか、ダンジョン行かないと金の鍵ないしな。ダンジョン行きまくって空島を探検して、空島のアイテムだけ取ってポイしたんか。そうか、どうだったっけ。捨てるか。ゲームを始める。ワールド削除する。それだけ取ってきた。ワールド削除、そして新しく作ろう。デジタルワールド広い。ちょっとバージョンアップしてないと新しいやつが出ないんだよな。さっき入れたばっかりだからデジタルワールドは残ってるよ。強くてニューゲームでやっていこう。第1話はなかったんだ。そんなものはなかったんだ。時間返して。そういう苦情は受け付けません。時間返して。雪国だ。そして宝箱がいきなりある。うわー、おい、始めたばっかりにいきなり鉄のインゴットがある。力強いスピアとかあるぞ。いいのかよこんなの、強すぎだろ。初めてばかりでエクスカリバー持っているわ。とりあえず、あれ、これ後ろ向いてくれないの。マジか、後ろ向いてくれよ。どっかに家を作ろう。家この辺でいいか。うわー、明るい。やりたい放題だよな。後ろ向いてくれない。何かを倒した。この氷の岩は何だ。じゃあ雪国に作ろうか。今回は氷を、雪国で家を作ったら寒いとかならないかな。 こんなん使うのか。トゥー、早い早い早い。なんだ、早すぎる。あれ、早いけど後ろ壊してくれないの。あれ、後ろ壊してくれるやつどれだ。これか、これか。これで破壊せんとあかんのか、めんどくせえ。あれ、後ろも一緒に破壊してくれるやつあったような気がしたんだけどな。ペンギンさん来ちゃダメ、来ちゃダメ、ぶっ飛んだ。とりあえず家を作ろうかな。家を作ろう。氷の世界に家を作ろう。まさか
パート2から出してこんなに趣旨が変わるなんて。あれどこだったっけ。あったあった。落ちそうになってもこれがあれば落ちて死ぬことはない。そもそも落ちてもダメージ受けないじゃん。でも俺の知らないアップデートでもっと強い装備がいっぱい出てるんだろうな、きっと。ダイナマイトで全部ぶっ飛ばせばよかった。なんか飛んでった。なんだ。ペンギンか。ペンギンが誰かにやられたのか。とりあえず家は。家どうしようか。素材がないな。木を稼働。とりあえず木だな。すべては木だ。木がないとやっていけない。ほんとダイナマイトで破壊してしまえばよかった。ボーンって。一瞬だったね。赤い鳥、赤い鳥ってなんだ。幸せは青い鳥だろ。赤い鳥とかいうのがあるのか。知らない間にいろんなアップデートしすぎだよ。しかもまさかのデータが上書きされるなんて。ちゃんと読めばよかった話なんだけど、読まずに敵が壊すと。すまない鳥さん。ふぃーん。早い。早い早い。今のやつはもっと早いのかな。もっと強いのあるのかな。雪の世界だから、雪音とか襲ってこないよな。大丈夫かな。あ、でも表の世界だから雪男なんていないだろ。じゃあ裏の世界がいるのかよって話。いないだろ。それは何だろう、この氷は。木材溜まりすぎ。スライムちゃん来ちゃいや。あ、行き行きや。そらそうか。表のスライムごときだから。とりあえず、ここを平らにしていくか。ポーン。早い早い。ペコペコやってたの何なんだってくらい。はい。しまった。ああ、下からするとまたこの破壊しないといけない。そしてなぜ下を押してないのに下が壊れた。ああ、それでも遅いな、やっぱり。これだいぶ下掘ってないか。ここを無駄に掘り続けるの俺。やめよう。もうちょっと高いところにしよう。なんか落ちてった。え？ああ、そうか。そういう装備だ。ダメージ食らったら、降ってくるんだ。こうでいいや。おー、怖い。こんな感じで突っ込んでくるやつがいたら危ない。これは何なんだ？あ、壊れたんだ。悲しい。これ なんだ。俺は何を持ってきてるんだ。微妙に変なアイテムいっぱい持ってるな。氷ブロックで修正だ。これ敵を敵をおびき寄せるライトじゃないか。敵じゃなくて他にいるのはペンギンだけど。この宝箱邪魔だな。壊れないんだな。あ、やってもだ、ペンギンやってもだ。すまない、俺はペンギンをやる気はなかったんだ。ペンギンさんごめんなさい。うわ、ペンギンさんに当たった。ペンギンさんごめんなさい。ペンギン来すぎだろ。この辺でしょ、ここでいいか。ここだな。この高いところにしよう。畜生畜生畜生。
あれ？届かない。で、どうやってするんだっけ。まずは木を、あんまり凝った木を、凝った家を作ったことないからな。出て、しまった、またこっからか。結局またいろいろ作らんとダメじゃないか。これを作って、うお、なんかいつもに来た、いつもに来たやつだ、てめえだ。ここにポイッと置く、そしてここに置くことでドアができると。ドアを作るから、あれどれだ、どれか、じゃあこっちだ。で、ほい、で、しまった、窓だ。あれがいる。木の、どれだ？ない。木の壁がない。鉄とかない。そうだ、いいこと思いついた。ミニミニム、おい、それはやっちゃいけないことだろ、それはやっちゃいけないことだろ、それはやっちゃいけないことだろ、それはやっちゃいけないことだと思います。何の話かな。まずこの辺はいらない。いっぱい持ってんな。なんだこれ、硬い月、よくわからない装備だ。出た、水の中で微妙に息が吸える。どれだ、どれかな。この剣が強かったんだな。振り向いてくれるか。なんだこれ、クラウドの剣か。いっぱいある、よし、持っていけ。持っていくんだ。奪っちゃえ。あ、綿はいる。奪っちゃえ。奪い続ける。泥棒だ。こんなところに泥棒が。自分自身のアイテムだから問題ないのさ。気になるな。どこだ、これか。蜘蛛の巣は大事。お、シルクがある、シルク大事。闇の巣もういいか。鎖があったら持っていくのにな。鎖ない。お、これ大事。これ大事。あとは何があるかな。ガイドの人形だ。なんてことだ。お、鎖がないぞ。金の鍵がいっぱいある。そのうち使うだろう。風来人の服。いっぱいあるな。麦わら帽子とか。マジックだが。足ひれ、泳げるんだったっけ。鎖どこだよ、鎖。お、ライフがある。ライフ持っていっとこう。
肌もこもっていたけど、そのうち溢れるんだろうけどね。ベッドがよし、ベッドだ。これを持っていけば完璧じゃないか。これいらん、これいらん、これもいらん。あ、ライトつけてみた。ドアはいいか。これなんだ、レンガ。お、いいのがある。旗折り機、間違えた。ワークベンチは作った。旗折り機2個作ってんのか。なんで作ったんだ。かまどがある。なんで地獄のかまどが2個もあるの。まあ、いいわ、1個もらっとこう。あれ捨ててもらう。他には何、布切れ、鎖、ツタじゃないんだって、鎖だって。そんなものはなかった。あったあった、フックだ。鎖じゃなくてフックだ。あれ、フック、いや鎖だろ。鎖はどこだ。いいものがある。くそ、入りきらない。これこれか。ダメだった。あれ？鉄？銀だったこれ。銀だったよ。残念。ほい。プラスチック。ポイしたった。矢なんていらないんだ。ガイドいっぱいあるな。星6個ある。おお、下も全然座ってないな。鼻水出たわ、びっくりした。全然座ってないじゃないか。まあいいや、こんなもんでとりあえず調達したから戻りましょう。メインメニュー、ひどいことしてるな。自分で作ったマップだからいいんだけど。そうなんだよな、知らない人とやったらこういうことされる可能性があるんだよな。だから一緒にしない。昔誰かにダイヤモンド捨てられたしな。あれー、あ、そうか、適当にこの辺に一個一個置こうよ。ほい、べで、そんなことしなくてもここにもうベッド置けばいいじゃないか。寒そう。で、テーブルはこれだ。テーブル作るよ。どこだよテーブル。一番上だ。テーブル作って、あとは、これをこの辺にポイッとすれば、なんか来た。やめないか、やめないか。俺の家で、わ、血だらけになった。ハウジングチェック。人が住めません。そりゃそうだ、後ろの壁がなかった。後ろの壁を作ろう。後ろの壁はどうやって作るんだ。これか、木の壁。こっちか、木の壁どこだ。痛い。ああ、自爆したんか。フレームバナーってなんだ。木の壁どこ。木の壁がわからない。
気をつけるじゃないか、ちょっと。どれだ、どれだ。あれ？作ったけど持てない？そんなことはない。どっかに作った。なんか来た。ぶっ飛んだ。ここだと何が作れる？ミスリーが作れた。最初からこっちを作ればよかった。どうやって壊すんだろう。おお、家まで壊れた。そして持てない。使えなかった。これは何だ。設置可能。なんだこれ、よくわからないな。そうだ、宝箱をさっさと設置してしまえばいいんだ。とりあえずお星様が取れるわけないじゃないか。よ、懐かしい。お星様といえば友に絶対捨てるなよ、絶対捨てるなよ、間違えたら消えるぞって言ったのに捨てやがったんだよな。そうそう、消えそうだから取っとこう。うー、暗くなった。なんで俺は一個上を分けて置いてるんだ。いやー、大量じゃー、大量じゃー。なんでこれがあるんだ。そっか、2個にしたのか。痛い。何かが来た。悪魔さんだ。よっ、ほうほうほう。とりあえずこんなもんかな。これも作ったからいらないな。結局 木の壁はどうやって作るんだ。シルクとかばっかりだ。ここなんだ。これ機械の毒。木の壁、実はこっちだったりして。そんなことはないか。壁、木の壁、わからん。どこだ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 。なんだ、ちゃんと見よう。木材、これ、これじゃない。え、間違えた。何が起こった。あ、あれあれ、どこ行った？さっきの木材、木材。さっきからギャーギャー言ってるな。素材？ワークベンチ、これか。これだな。回った回った。もう操作が分かってないから間違えてしまうぜ。これだろ、素材、木の壁。お、木の壁を
もうさっきからちゃもろっかしよってほっとってもなんか余裕そうだな。泥ブロック、泥ブロックから土ブロックができる。違う、レシピに戻って木材は木の壁。木の壁がない。どういうことだ、どういうことか分からない。ザー、木の壁、壁壁壁壁、壁がない。木の足場、足場じゃないんだ。あれあれ、ボケてるのか。わからないときは戻ろう。ダメだな、全然わかってない。ボケ出した。どうやって作ってたんだ、どうして作り方わからないんだ。多分この辺だろ。あれれあれれ、木の足場、足場作りまくって、足場作って、へへー、わからない。こっちは武器、なんだこれ、なんだすごい豪華なサボテンソード、キャノンとか、なんかいろんな武器がいっぱいあるな。なんだこれ、変な鍵がいっぱいある。いろんなマップが増えてるってことか。ということだな。木材持っていこう。木材、木の壁、そう、木の壁がどうして作れなかったんだ。まあいいや、作ったし、作ったしじゃないか、パクったし、戻ろう。後で木の壁を作っとこう。ひどいな、思い出しながら必死に頑張るゲームである。あれ、真っ暗、黒だよ、真っ黒状態になってる、黒だよ、真っ黒。うわ、ペンギンさん、さっきパクってきたからね、木の壁を。さあ、張るぞ。ここ、ここ、うわ、出てしまった。まあいいや、ペコペコ、いていていて。このスライムは何、スライム、スライムもしかして意味ない？邪魔だ、おら。ペンギンさんが襲われてる。早く逃げてくるんだ、早く逃げてくるんだ。どうして止まった、どうして止まった。痛い、痛いな。このよくわからんスライムは外そう。痛いってば、痛いってばよ、痛いってばよ。ペッ、これ出てきたんじゃないか、これ。検査、ハウジング、すでに人が住んでいます。ふざけるな、
活視点に設定したよ。やったー。一つ目の目標終了。ひどいな。